さあ、今回もオークスやっていきましょう。さあ、まずは、アーティファクト前回選んでるよね。カードに効果付与するか。バトル開始時にゲットね。何しよっかな。市場かな。最初欲しいので言うと。果樹園もいいかもね。まあ、市場にしよっか。さあ、かなりね、いいデッキ組めてるんで、まあ、序盤からね。今回はいけそう。これいつも何選んでるっけな。これにしてみよう。効果見てないですからね、基本的に。今回はどういう影響があるんだ。さあ、エーテルセフィロット三増加、視界と攻撃範囲が狭くなると。ああ、あんまりまあいいんじゃないかなと。よし、まず市場置いて、こっちか。これ始めてみよう。さあ、まだちょっといいカード来てね。そしてこの小屋があるんで、ここでね、他でくるユニットの数が確か増えるはず。こう下に置く感じかな。ちょっとどこに軍を置こうか悩ましいですね。ちょっとリロールするか。さっき言ったこれ、プレイするカードに応じてね、お金がゲットできる。まあ、これは使えば使うほど強化されていくんで、まあ、一旦完成でいいかな。これで、まだちょっとね、難しいな。利子率いこうか。ここに家かな。もうこれ置いちゃおっか、ゴールドのやつ。気は早い気はするよね。で、家置いて。まあ、ここに兵舎かな、下に。それ確定として。道をここに入れるか。はい、サイドロー。で、あ、市場来た、市場来た。これ、市場、市場連結しようかな。鬱陶しいかな。あれ、保管所も来ました。保管所、ここにつなげても、道をね、塞いじゃいましょう。そこで、6、かな。さあ、弊社置きたいですけど、あと1分くらいしかない。いや、兵士置くなら道を絶対1個置きたいと。これ譲れないですね。だ、これを捨てて、まあ、お金ゲットできるんでね、いいんですけど。武器職人か。手札の武器が安くなると。これ1はどこでもいいんだよね。あ、来た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 。まあ、じゃあここかな。はい、兵士。ここで、9と、3。まあ、これが夜明けに入るので、まだだね。で、まずここ開けちゃいたいなと。さあ、どうしよっかな。これ入れるか。あ、まだ、まだついてる。ナイスナイス。槍にしよう。今回弓がね、射程が短いならあんま使えないかもしれない。あ、来た、小屋。これってどこでもいいんだっけ。あれ、どんなんだっけな。まあ、3回までか。ここまた灯台、ここ入れてお金にし、ここに使っちゃおっかな。で、まっすぐの道はね、早めに置いちゃってと。あ、待って、ここよく見たら地形めっちゃ悪いじゃん。
これ16と10。いいね、いいね、いいね。で、軍を増やして。保管所は、ここかな。さあ、まずここ絶対耐えよう。これ負けるわけにはいかないね。これはいらないかな。弓ちょっと動かしておくか。なんか敵早くないか。気のせいかな。よし、OK だけいい、OK。軍を追加しろ。ねえ、とりあえずこれどんどん使ってって、夜明けまだ来てないんでね。守れるよな。大丈夫ですよね。やばそう。だいぶやばそう。敵強くなってるこれ。いや特にないはず。守れる感じがした。あ、ここに味方いるか。やばい、半分半分半分。敵倒せてるか。撃つしかない。ここは弓を打て。いよいよよ。いや、ちょっと一番強い敵をね倒せないな。やば。いや、これ別にいけるいけるいけるでしょ。練り直してみよう。あと弓欲しいんで待っとこうかな。まあ、こいつここ、ああ、位置が。まあ、でもいけるっちゃいけるかな。まあ、弓置いて、こいつの移動も。あ、でも、森が来た。ここ耐えたら勝てんのよ。もう攻撃されてるよ。これはどこに置くんだろうな。増えてる感ないですもんね。中なのかな。中でも結局軍の数が減りそうなもんですけど。いや、ここはサイドローで、ここは軍を増やそう。これ今いらないか。やっぱ絶対攻撃されるな。突破されちゃってますね、ちゃんと。弓のがまあ強いか。いや、まあさっきよりは断然いいね。次上なんで、まあまあ、オッケー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 よ。耐え抜いたね。これお金がバック代に入ってくるよと。これどこなの？ここでいいかな？増えるはずなんですけどね。まあ、かぶっちゃけどここでいいかな。まあ、そんなに置けないっしょ。もともと。まず軍勢の移動しましょう。うん、いい感じ、いい感じ。ここにちょっと灯台で先も守れるにしちゃおうかな。
当てないとちょっと左、右、両方やりづらいな。まあいいですけど。こう人数で対抗しよう。まあこの辺置いてみよう。ああ、でもあんまりミッションのところも置けないのか。ここかな？いや、下に置いちゃおう。多分ダメそうな気がするけど。2、4、5人はいるのかな？元がどんなもんか。あ、ってか、そういえばここアクセスしてないや。で、これ直すといくら7上がるのかな？まあ、いっちゃって。早いっすね。よし、来たよ、家。ここは OK。置けないか。危ねえ。さあ、弓も移動して、ちょっとあんまり軍いないっすね。あ、なんかめっちゃ前にいる。めちゃくちゃ前にいるんだけど。ここの意味強化しよう。これ高くなってるね。いや、こんないてもこれ前にいないと意味ないよな。移動させないと。まあ、でも出てく、勝手に出てくか。ある程度そこにお任せして、ちょっと打っとこう。キャッシュを確保しないと。また乱戦になってるな。弓来たけど、ちょっとこの辺のやつ変えて打てるようにお願いと。やばいやばいやばい。どうだ？まだまだ半分、まだ半分いいよ。微妙なラインですね。いや、でもいけるいけるいける。怖っ、怖っ、怖っ。次また上ね。展開に問題があるだけで、あと前すぎるやつもあれもあれで問題だよね。ウォーター。あ、武器強化、これいいっすね。ちょ下げよう下げよう。みんなで一丸となって戦おう。早くないですか？こんなもんかな。お金、これもう始まっても入ってきてるんで、ね、過剰なんだよね。過剰というか、敵が早いのか。案外家が置けない。手持ちの武器がないと。あ、来た来た、手持ちの武器1個か。これなんだ？腐敗が1増加。これは、あ、これ捨てればよかったですね。0、0捨てれるっけな。手持ちに武器カードをね、ちょっと呼びたいんですけど、無理か。あ、間違えた。うわ、間違えた。
次も上かな。あ、来た。これで炎を追加。ウィンドとファイヤー。別々でいいや。なんか戦力を増やそう。ここ置けなくなっちゃった。よしよしよし。強化がね、順調にいったんで、これはいい感じですね。よかった。修正可能な巻き方でまだよかったね。次どこなんだろう、一体。次また上か。こいつ強化して。さあ、お金すごいよ、俺、ほら。これ40、40とかね、大量に入ってくるんで、もうお金満タンです。これ活かせるいいカードがあればってとこなんですけど、なかなかね、ないところでして。もうちょい前行ってもらうか。東大東大完成。これ余るから結局いっぱい使えるでしょ。いっぱい使うことによってさらにお金がゲットできると。こう無限ですね。無限にこれでお金が生まれて。で、東大こそなんかさ、使い切りでよくない？こういっぱいいらないというか。どうしよっかな。もう武器とかないのか。武器とかないんだろうね。この辺の子たちを前に動かす。お金があるんで動かし放題と。武器をもっと獲得したいね。こんな大量にいても武器がなければ意味がないと。無理くり合体させてっていう手はあるんですけど。ウェーブあと一歩、ここで終わりかな。いや、突っ込んでくるな。こんなにいるのに。全然止めれてない。こんなにいるんじゃないのか。抑えれてるとこもありますけど、ちょっと突破されてるのは不安だね。倒せば狙い玉。めっちゃ硬いなこいつ。メガオークか。ディフェンスが硬いんだね。オッケー。不安の残る戦い。お金は死ぬほどあるんで後半だけど、それを生かすなんかカードが欲しいな。武器のやつ2回で消えちゃうんで、あんまり武器、あ、市場か。こんなマグラ2ゲットしたとこだよね。市場かな。ウェーブの時間短縮は辛いっすね。10秒でも辛いかな。カード捨てるんだね。でも東大はないと困るからね。利子率2枚ない。いや、利子率2枚あるな。まあ、市場が増えたからあった方がいいかな。これ武器ショックにいらないかな。1回6だしな。消せるカードそれくらいしかないな。まあ、この強化もね、弱いやつを強化するっていうのはめっちゃ余ってるんでいいと思うんですけど、それくらいかな。武器コスト0嬉しい。でも武器コスト0なら、無限に直して使ったとしてもコスト上がるけども、ゼロになるから結局ペイできると。それも一つ旨味だよね。小屋も多分強いんだよな。使えてないだけでちゃんと。で、武器にこの強化できるの大きい。ダメージ15増加なんで、これは欲しいですね。利子率かな。利子率使いやすいんだよね。
戻れないか。結構こんなね、こんなんでもいらないカードがないな。直すのと武器職人はセットなんで消せないでしょ。で小屋は使いたいし、炎も使うでしょ。ってなるとお前利子率になるか。利子率使いやすいか取ってるだけなんでね。さあ次ボス戦、いや不安です。やり直すでいけるくらいの負け方なら巻き返せるね。